皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、イノベーションの機会というテーマでお届けいたします。皆さんはですね、ドラッカーのイノベーションの機会というのをご存知でしょうか。ドラッカーはですね、ある本の中でイノベーションと機会となるのは、7つあると言ってるんですね。これを今日は少し紹介してみたいと思いますけど、まず一つ目なんですけども、予期せぬ成功と失敗というのがあります。で、二つ目、こちらがギャップを探す。で、三つ目がニーズを見つける。で、四つ目なんですけども、産業構造の変化を知る。で、5つ目、人口構造の変化に着目する。で、6つ目ですけども、認識の変化を捉える。で、最後7つ目は、新しい知識を活用するというね、これがイノベーションするための7つの機会であるとドラッカーは言っています。これとですね、ちょっと付随してですね、特にこの人口構造の変化っていうんでしょうかね、ここにですね、今日はクローズアップしてみたいと思いますけども、私が所属してます異業種、交流会というか勉強会がありますけども、その中で伊藤会というのがあるんですけども、そこのですね、伊藤会長とおられるという方がいらっしゃいますが、その方がですね、先日こういうことを言ってられたので、ちょっと紹介したいと思うんですけども、今日のですね、社会の問題点でもあり、一つのキーワードとなるというのはですね、いくつかあるっていうんですが、そのほとんどがですね、やはり人口構造の変化とかね、そういうものなんですね。あとは家族類型の変化。それをちょっとこれから7つほど言うとですね、まず一つ目がですね、単身世帯が急増しているということですね。で、二つ目。こちらが小家族化の激増ですね。単身世帯とは別に小家族化ということになると2人とかね、3人になるでしょう。で、3つ目が超高齢化社会が、やってきている。超高齢化というのは変なんですが、高齢社会なんですね。高齢化ではなく、高齢社会がやってきたというのが、正確な言い方でしょう。で、4つ目がですね、結婚しない女性が増えている。ということですね。で、5個目がですね、結婚できない若者が増えていると。で、6つ目になりますけども、こちらがですね、地方の人口減及び過疎化。地方の人口が減ってますよと。そして過疎化は進んでますよということですね。で、7つ目が、都市部への人口集中が進んでいるということですね。このようにですね、7つの人口構造とか家族類型の変化があります。例えば、単身世帯が急増しているんであれば、スーパーマーケットはもうすでにですね、そういった施策を打っておりますけども、例えば、惣菜であれば、小パック化ですよね。コロッケ3つを1パックで売るのではなく、バラ売り1個ずつ売るとかですね、サラダなんかでも300グラム1パックで売るのではなくて、50グラムとか100グラムの小パックで売るっていうようなことがね、必要ではないかと。小家族化もですね、それと付随していますよね。高齢社会っていうのはですね、これはますます進んでいくので、おそらくロボット。ありますよね。今、介護ロボットがどうのこうのって言われてますけど、これもですね、今は、ようやく、開発のですね、現実を帯びてきて、実用化、一歩手前っていうような感じなんですけど、もしかしたら、あと10年、20年経ったら、介護ロボットが一家に一台っていうのが当たり前の時代が来るかもしれないっていうことですね。で、結婚しない女性が増えてる。ってことは、これどういうことかっていうと、女性のですね、社会進出及び、ある程度ですね、女性でも自立していくような社会が今、日本で定着しつつあるということではないかと思います。で、結婚しない女性が増えるってことは、結婚できない男性も増えるということですので、今後の人口が増えるっていうことがですね、ますます難しくなるかもしれません。と同時に、既婚しているですね、人たちは、
もう少し頑張ってですね、お子さんをですね、一人にしようかなと思ったんですけど、二人産むとか三人産むということをやっていかないとなかなか人口は増えていかないんではないかなと。で、結婚できない若者、これ深刻ですよね。もしかして結婚したいんだけど、結婚できずに困っている若者、それは出会いの場がないのかもしれない。ということで、今日本全国でですね、婚活と称して、いろんな、まあ、合コンの類ですよね、それが行われていますけども、なかなかですね、そうは言うものの結婚できない若者は、増え続けることには変わりないんではないかなと。これもですね、少子化を加速させることができ、なりますし、そして単身世帯とかね、小家族化の増加を促すことにもなります。で、6番目の地方の人口が減っている、または過疎化ということなんですけど、これは都市部への人口集中のですね、裏返しということが言えると思いますけど、ますますですね、地方で買い物が不便になっていくということが起こるんではないでしょうか。現にですね、フードデザート問題なんていうのもあって、買い物難民という言葉まで出ております。それは地方のですね、そこで働く人たちの力によってですね、なんとか解決をしようというふうには動き始めていますけども、まだまだなんだと思います、本格的には。で、地方のですね、人口が減っていくとですね、やっぱり空き家ですよね。空き家がどんどん増えていきます。で、空き家っていうのは人間が住まないとですね、どん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 こう痛み具合が激しくなっていくことがあるので、例えばそういった空き家を管理するとかっていうですね、商売の人たちも出てくるんではないかなということが予想されます。ということで、人口の構造及び家族類型に関することをこう調査していくとですね、そこに新たなニーズとかビジネスチャンス、ドラッカーのイノベーションがそこに生まれる機会があるんではないかなということが往々にしてわかります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス、専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺に商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録をお願いします。